不動産経営で QOL を爆上げようをテーマに、基礎から応用まで皆さんの役に立つ不動産経営知識をど本音で解説していくチャンネルです。どうもこんにちは、コンスピリト長谷川です。収益不動産の営業が言う〇〇って何シリーズと題しまして、今回は営業が言う節税効果って何というお話をしていきたいと思います。収益用区分所有の営業にはいろいろと特有のトークがあります。最近は YouTube の動画でも区分マンションの営業に騙されるなみたいな動画も非常に増えてきましたね。その中でもよく出てくるのが、マンションを購入することで節税効果が得られるというものがあります。仕組みをご存知の方も多いと思いますが、基礎の基礎ということで、今回はこの仕組みを解説していきたいと思います。販売のターゲットになっているのが、いわゆるサラリーマン層であることが多いために、代表的なトークの一つに、引かれた所得税を還付で取り戻すというものがあります。このフレーズを聞くと多くの方がマジですかとなるのではないでしょうか。サラリーの他に不動産所得があることで、当然確定申告を行うことになります。その不動産収支側で発生した赤字をサラリーの課税所得と合算することができるという仕組みを利用します。数字はあくまで模式的なものですが、イメージとしてはこんな感じです。給与収入が500万円の方がいたとします。そこから各種控除を差し引いて、最終的に残る課税所得に税率を乗じたものが所得税ですね。普通ならこれで終わりですが、不動産経営をしていることで、その黒字や赤字をこの課税所得に合算することになります。ここで不動産収支側で赤字が出ていれば、その額が課税所得から差し引かれるため、納める所得税額が下方修正されます。つまり1年間トータルで源泉徴収として差し引かれた所得税は引きすぎた扱いとなり、差額が還付されるわけです。同様に課税所得が下がるということは、住民税額も下がることになるので、本来引かれるはずだった額も下方修正されます。いかがでしょうか。聞いてみるとさほど難しい仕組みではないかと思います。事実この仕組みを利用することで節税効果は得られるわけで、それそのものが問題ということではありません。ただ以前デッドクロスの解説動画でも触れた通り、この効果も一長一短です。問題なのは、節税効果が永続的に続くような言い方をする、赤字化の肝である減価償却が母価に影響するといったことが知らされないまま、購入へ誘導するためのセールストークになってしまっている場合です。サブリースの問題でも同じことが言えますが、ある効果の一側面だけを強調して、その裏側のデメリットは開示されていないというのもよくある話です。デッドクロスになればキャッシュフローはマイナスなのに、黒字化、納税を招くことにもなりますし、減価償却が進めば当然母価は下がって、売却時の譲渡税増加にもつながりかねません。このあたりの知識が頭に入っている営業担当ならまだしもですが、大半はメリットのみをプッシュ、もしくはそもそもデメリットの側面を知らないで営業活動を行っているような担当者もいるはずです。となれば、そこは皆さんが仕組みを理解してきちんと理論で営業に対抗できる知識を身につけていただくのが一番の防衛策ではないかと考えています。ちなみに節税効果のもう一つ、相続税対策についてはまた別の動画で解説をしていきたいと思います。ではまた次の営業が言う〇〇って何シリーズ、お楽しみになさっていてください。それではコンスピチャンネル、今回はここまでです。聞きたいテーマ、ご意見ご感想はコメント欄へ。
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。